さて皆さんお元気でしょうか。今日も一日いかがお過ごしだったでしょうか。コロナに負けないタクルンです。はい、さて最初の字幕チョンボ動画で出てましたね。チョンボ、これ長崎弁でしょうか。はい、チョンボしました。動画を完璧に撮ってたつもりだったんですけども、蓋開けてみましたらば、肝心なところが撮れてなかったんですよ。ここね、他の YouTuber さん撮ったことないんじゃないかなっていうようなね、まあそういったところだったんですけどね、もう本当泣きたい気分です。さて今回もですね、最後までご覧になっていただきましょう。ところどころ私もお声の方を皆さんにお届けいたします。タクシーの方はこの線路をまたがって右折をいたしまして浜口商店街に入ってまいりました。夜になりましたらここはもちろん飲み屋街ですので、きらびやかな通りになるんですが、今コロナのせいで、人通りもやっぱり少ないですね。さあこの先ですよ、この先長崎大学歯学部があるんですけども、ここ歯学部敷地内を走って動画撮りたかったんです。撮っていたつもりだったんです。さあ、はい、坂本小学校に変わりました。なんで撮れてなかったと、本当に泣きたいぐらいでした。めったにですね、この坂本小学校の方には行かないんですけども、結構な急坂の途中にあるんですよ、学校が。で、道の方もですね、大学病院の正面入り口ですね、から左の方の細い道を登っていきます。これ動画映っておりますけどもね、狭くてですね、やっぱり離合するのもちょっと厳しいかなという部分がまあまああるんですよね。さりげなくこうやって今字幕の方にですね、チャンネル応援登録待ってますって書いてありますけどもね、やっぱりね、1000人目標まだまだ捨てておりませんので、今回ですね、この1000人目標立てました。どういったコンセプトで立てたかと言いましたらば、夏、精霊流し、そして行ってもらえたら嬉しいんですけどもね、港祭り7月7月の、第4週の多分週末土日になると思うんですけどもね、長崎港祭りのめちゃくちゃ素敵な花火大会、これをね、皆さんと一緒に見てみたいという思いですので、ぜひチャンネル登録お願いいたします。
で車の方はですね、左側が坂本町、そして右側が浜口町という通りを通っております。さあ字幕出ますよ。左側細い路地の、左側の方には片足鳥居があるんですよね。あれね、本当原爆のですね、爆風で、綺麗に、折れたというんでしょうかね、あれ奇跡ですよね。見たことある方は結構いらっしゃると思うんですけど、あれ本当奇跡です。タクシーの方はですね、ここで一旦停車をいたします。さあ場面切り替わりまして、この山王公園、昔の公園、山王公園してる方、この動画見たらわかるんじゃないかなと思うんですけども、少し綺麗にですね、遊びやすく、整備区画って言いますか、されております。タクシーの方は岩川町の中心部といいますか、中をうろ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 走っております。見てください、もうマンションばっかりですよ、ね、価格の方がですね、2000万3000万という、4000万ぐらいかな、してると思うんですが、リスナーさんだったらば3000万4000万って、あらって私のお小遣いぐらいはよという感じでねしてると思うんですけども、私本当にど長崎市民とすれば道の世界ですよ、ね、長崎市民の年収いくらか知ってます？皆さん、ね、足元にも皆さんの足元にも及ばないと思います。車、正面の方左側ですね、ここなりますが、工事現場みたいなところになっておりますが、元、樋口本店があった場所、そして浦上丸光パチンコ屋さん、丸中かまぼこ屋さん、そして歴史深いような古い建物で、営業されていた酒屋さんがあったんですが、残念なことに火事がありまして、もう建物自体はなくなっております。正面奥、建物なんだかわかります？これね、新しい浦上駅ですよ。もう新幹線がもうやってくるのが間近ですよ。あと1年半後くらいかな。ね、線路の方も上の方に上がりまして、もう本当都会になった場合っていう感じよね。もうど田舎の私、ど田舎人の私にとってすれば、もう高架下の線路というのはもう本当都会場合という感じがしております。今走っている場所、何町か町名分かります？一つだけの町名じゃないんですけどね、緑町です。右側が確か緑町で、左側がお船倉町になるんじゃないかなと思います。ここね、2つ3つぐらい町がね、重なってるというか隣接してるというか、そんな感じのところですね。でもうすぐしましたらば前座町に差し掛かります。はい、出ましたね、長崎市立前座小学校が出てまいりました。めったにここはやっぱり来ないんですけどね、このよーく見たらこの校舎の壁にカッパの絵が描いてあったんですよ。でカッパのなんか由来する案内書きみたいなのがあったんですけども、やっぱりこうどうしてもこの敷地内に入れないもんですから、なぜカッパ、その案内書といいますか、それを見ることできなかったんですけどね、カッパ、これなぜ書いてあったかっていうのもご存知の方いらっしゃったら、ぜひコメント欄の方にコメントをください。さあ動画の方は天神町のこの商店街の方を通りまして、駅の方へと向かっていっております。両サイドたくさんのお店があったんですが、今はシャッターが閉まっております。やっぱり時代の流れっていうのもどうしようもないんでしょうかね。今回は本当に皆さん申し訳ございませんでした。チョンボ動画でした。本当にすいません、ごめんなさい許してくださいね。
さあ正面新幹線の線路工事中がですね、動画、出ております。本当長崎ね、どん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 変わっていきます。さあ話題は変わりまして、4月23日金曜日午後14時40分からあの NBC ラジオスキピー番組にタクルン長崎登場いたします。ぜひ聞いてみてください。ではバイバーイ。